行きたいと思います。とりあえずオープニングを見ます。始まった。おー、やばい、今なんか今日操作ちゃんとできるかなというドキドキと映像の凄さに今なんか感情がバグって追いついてないわ。やべえ、なんかでけえ。音大丈夫？え、でかくね？これ、あれかな？基地？え、すーげえ！え、なんか、あれじゃん。SF 映画みたい。プレイ。祈れってこと？え、答えに向かって祈れってこと？これ。すごっ！声でかい、オッケー。え？え、待って、アーマードコアってさ、なんかいまいちさ、え、すげえ！え、これあれかな、機体？かっこいい！やばい！なにこれ？なんか乗せてんだ。うわ、でけえ銃だ！うわー、たまんね、テンション上がってきた。さっき起きたばっかなんだけどめっちゃテンション上がってきた。あ、すごい。うわー、めっちゃ機体かっこいいじゃん。ちょっと待って、やばー。え、機体の、え、機体よ。うわー、すごい。え、めっちゃかっこいい。なにこれ、背景なんか実写？なにこれ、なんか落としてる弾みたいなやつ。なんか撃ってる。ミサイルや。はいや。え、これガチで実写なの？え、これ、はい、すごい。え、これ敵？すごい。え、やべえ、テンション上がってすごい。ここめっちゃいい。え、さっき言ったのマジでいい。かっこいい。やばい。え、待って、機体かっこよすぎるな。これスバルが乗れるやつ。ちょっと待って、テンション上がりすぎてやばい、起きたての体と感情が追いついてない。え、すごい、めっちゃかっこいい。スタンダードを、標榜とする世界最大の総合企業、軍事産業母体としミリタリーカラーが強い。初期機体は防御力に優れ、実弾系の重火器とミサイルを装備している。うんなるほどね。GA。まあでもなんか普通に無難に強そうやな。パン。インテリオ。欧州圏第一のハイテク。うわ、かっけえけどね。いやー、これね、マジで好み分かれるんだけど。新企業トーラスを支援し、GA と対立関係にある。初期機体は EN 効率に優れ、強力なレーザー兵器を十分に活用できる。あのね、ここね、丸いより角張ってた方がね、タイプなんだよね。わかる？ま、丸じゃなくて、角張ってる方が、個人的にタイプなんですね、スバルは。あー、メタリックでいいけど、政治力に優れた総合軍事企業、GA インテリオルの何れとも距離を、何例とも距離を保つ第三勢力。初期機体は傘下ローゼンタールのローゼン、あきちゃん標準機。機動力、機動性に優れる。早そう。いずれか。あー、横のフォルムめっちゃよくね。これ、これも
もさ、こんなんすぐ折れそうでちょっと怖いけどさ、この辺とか。でも横から見た感じめっちゃよくね、これ。いずれの企業にも、うわ、独立傭兵か。初期機体は旧レイナードの癖のある近距離、しかも近距離専用機体なんだ。あらゆる意味で現実は厳しい。どういうこと？あ、これあれか、多分めちゃむずいってことか。